はようございます。おはよう。おはようございます。皆さん、今日は握手会です。3、4部、おはよう、おはよう。3、4部握手会です。どっちもお示し使えるのでよかったら来てください。バトル幕張バトル、お待ってるね。トロちゃんの朝配信はいいや、それが朝配信するつもりはなかったんですけど、よくよく考えたら夜できないなってなりまして、はい、ということで今日は夜ができないんですけど、はい、朝配信見てくれてありがとうございます。急に入れてごめんね。その髪型好き、お、ありがとう。朝配信コナンの最新刊買った。全身が似合うためにか、ドロワありがとう。友達にトロワの服買うもらえた、お、嬉しい。お、皆さんおはようございます。おはよう、グッモーニング、グッモーニングもざもざしてる、本当？なんでだろう、カーテン閉めたらめっちゃ部屋暗いんやんね。おはようございます。おはとろ、おはとろ、トロちゃんに会いに行く、待ってるね。日曜なのに授業ある、なんで学校なんだ今日。よく寝れた。それがね、昨日私さ、握手会終わって帰ってきて6時ぐらいから10時ぐらいまで寝てて、4時間寝たんですよ、そこで。だから昨日全然寝れなくってね、全然寝れなくってさ、結局寝たのが3時半とかなんですよ。でね、そう、ちょっと聞いてほしい、私集合時間間違えてて1時間早かったの、思ってたより。マジか、間違え、なんか下降りてね、そう、急いでもうちゃんと目覚ましかけて、なんか起きてパッて、やばい、あと1時間しかないと思って、1時間とか40分、あと40分で全部メイクと髪の毛と拭き替えと荷造り全部終わらせなきゃってなって、終わらして下に降りたんですよ。そしたらね、誰もいなくって、なんで誰もいないのと思ったら1時間早かった。そう、びっくりした。私初めて1時間も早く集合場所行ったのびっくりしたんだけど、誰もいない、なんでと思ったら、あ、まだ9時だって。そう、自分が1時間早かった。そうなの、びっくりだよ。だから逆になんか夜遅く寝たからめっちゃ焦って起きた。電話の音にしてるんですよ私、あの目覚ましの音、目覚ましの音を電話の音にしてるから、こう目覚ましが鳴るたびに焦るんよ。電話かかってきた、やばいやばい、遅刻したってなるの。危なかったよそう、だからめっちゃ早く起きたら1時間早く起きてた。びっくり、なんで1時間早く目覚ましかけてたんだろう。めっちゃなんか損した気分。でもね、もし私が1時間早く起きてなかったら、私また毎日エイドで途切れるとこだった。今日は配信できなかったからさ、夜そう、夜配信できないかったから、もし1時間早く起きてなかったら、私は毎日アイドルが途切れるとこだった。危ない、セーフはあ、
危なかったよ。危なかった。早起きサモンズ、ほんとそれ。でも1時間早く起きてさ、気づかなかった自分にびっくりなんだけど、なんで気づかなかったんだろう。完全に多分焦ってたんだろうね。焦ってもう集合時場所、どこやって集合場所じゃない、集合時間を忘れてたのかな。メイク配信だと、もうメイク終わってたんよ。だからメイク終わらせて、髪の毛も終わらせて、もう完璧な状態、6分前に下に降りて、あれって誰もいない。今日会えないでインスタ撮るまで楽しみにして、お待っててね。よーこんにちは。夜更かししたから焦った、そうだと思う。夜更かしね、全然寝れんかったね。私ね、布団にはね、ちゃんと1時ぐらいにはもう布団に入って、準備も全部終わった。1時なんなん、12時40分ぐらいに布団に入って、よし寝るぞって思ったら、もう全然寝れないから、なんか髪の毛調べたり、なんかいろいろ、そう髪型をなんか調べたり、なんかいろいろ動画見たりして、結局寝たのが3時半っていう。そろそろ寝なきゃやばいと思って、今日完璧なんだから、ほんと。どんな感じ、昔から言ってました。お、ありがとう。今日は紺色の服です。みんな遅いって、いや違うよ、みんながね、いないから、なんかみんな遅いなって思ったっていうよりはね、みんなもう行っちゃったのかなって焦ってたんですよ。でマネージャーさんもいないからね。いや、いつもだったらマネージャーさんが下でこう待ってくれてるわけよ。だから、あれ？マネージャーさんもいない。置いてかれた。って思ったら。電話ついてみた。ナイス。いや、置いてかれるのは間違いない。いや、本当置いてかれたかと思う。暗くなった急に。今日は清楚ですよ。ST 原則1時間前、これ1時間前は早すぎんか。ホテルからバッチリしていくに、いや、なんか日によるかも。なんか本当に幕張に着いてから2時間とか3時間とか待機時間があったらもうすっぴんで行くけど、でもそんな着いてからそんなに時間ないからさ、ご飯食べたかったしね。ケータリング食べるためにちょっと早めにしていった。今日もです、明日もです。今日はでもね、いつもにまして服が清楚か。ケータリング食べた、2人がとってもいい。あ、めっちゃいいよ、美味しいし。始まりの部が違う、みんなも一緒に行く。なんかね、なんて、さすがに1部2部の人と5、6部の人が一緒に行くことはないけど、でもなんかそこら辺の部だったら、なんか近い部とかだったら一緒に行くかな。今日のケータリングもね、どうだろう、なんだろうね。昨日は何食べたっけ、ハンバーグだ。何色の服多く持ってる、黒、白と黒が多いかも。そう、夜配信がね、今日できないんですよ。
3日の緑のチェックが可愛かった。お、嬉しい。あれ可愛いよね、あのシャツ可愛いと思って買った。おはようございます。今日ワンピースでもね、ワンピースこれね、下の部分が可愛い、下の部分が可愛いのにさ、握手会で上半身しか見えないからちょっともったいないな。上半身はもう結構無って感じ予防接種まだしてないの今日めっちゃ不思議な夢見たんですよね。なんか予防接種に行かなきゃいけなくって、なんか予防接種、予防注射行かなきゃいけなくって、予防注射行こうとしたんですよ。そしたらなんかね、なんか人間はみんなハムにならなきゃいけない夢見ちゃった。怖い夢だったんだけど、意味がわからん夢見ちゃった。怖いんだけど、でもなんか全然えぐい感じじゃないんですよえぐくないの。なんか一回ハムにならなきゃいけなくて、分からない、全然えぐい夢ではなかったんですけど、なんか一回ハムにならなきゃいけない。ハム食べてない夢でよかった。意味が分からんかった。人間に戻れるんですよ。なんか生まれ変わるんですよよく分からんかった。怖くはないけど、なんか知らんけど、なんでハムにならなきゃいけないんだみたいな意味わからんかった。ちょっとなんか謎の夢だったからあんまり今聞かなかったことにして。ハムに転生した。なんか一回ハムになって、人間はなんかハムになる過程があるらしい、人間って。でそのまま根元に戻るんですけど、なんかよくわからんかったからもう怖かった。なんかよくわからん夢が一番怖くない？でも私はハムになる前にあの夢から覚めたからえ、夢かわいいかなこれ結構怖かった。怖かったよ。でもなんかちゃんと体験談もあって、なんか一回ハムになったけど、別にハムになるときはね全然痛くないんだよみたいな言ってた。なんかちゃんと体験談を聞いて、マジかハムなりたくないみたいな夢だった悲しい。クレヨンしんちゃん飲みすぎ、そうなんかな , 笑いこらえてる。そんなに面白いってないよミヤトシさん、クマちゃんありがとう。クマ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 おはよう。注射かもしれない。でも注射は本当に嫌だけど、注射行かなきゃいけないよね。嫌だな。今日じゃないよ、いつ行こう。今月中に行かなきゃいけない。でも一番さ、インフルエンザかかると思うよね私。おはようだよ、おはよう。意味とか、意味かとかも、そんな今月中に行かなきゃいけないよね。そう、なんか行こう行こうと思って忘れるよね。
手会終わってからかな。握手会終わって何日後かに行こう。ゲバントの前には行きたいよね。でもそう、会場じゃないんですよ。え、絶対嫌だ。本当に嫌なんだけど。A 型の注射して B 型かかった俺が、え、 A 型の注射とかあるの？ B 型の注射とか、え、そんなんもう無理じゃない？何本打たんといけんの？だって A 型打って B 型かかったら意味ないじゃんね。そんな痛い、痛いじゃん、針刺すんよ。痛いんだけど。でも私ほんとインフルエンザ絶対かかんない自信がある。絶対かからん。あ、今後もあるの？インフルの予防接種は何が流行るか予想して打って。ああそうなんだ。インフルエンザかかったことあるけど、小学校の時何型かかってたのかな。なんか小学生の時はね、もう毎年ってぐらいかかってたんですよ私、インフルエンザに。しかも大体かかるのが3月もう終わりとかだから、だいたい誕生日とかぶるんですよね。かからんと。中学生になってから一回もかかってない。中学生ぐらいから多分。1回ぐらいはかかってるかもしれないけど、多分1回ぐらい、中1から今にかけて。体力つけば、あ、じゃあ私体力あるから大丈夫だ。時間大丈夫でいいよ。そう思ったら去年かかって、嫌だな。時間大丈夫ですよ。インフルエンザ35年かかったこと、強それは。ソラハの通知、あ、そう、ソラハの通知。ショールーム始まった。私、学級閉鎖になってもインフルエンザかからんかったからね。クラス、学級閉鎖？何？クラスでかかるやつ何？学級閉鎖？なんかクラスが休みになった時、私一クラス35人ぐらいいたんですけど、あの残りの10人ぐらい残ってて、あの生き残り私。インフルエンザにかからなかった生き残り。強いでしょ。だから大丈夫だと思うんだ。自分去年一番初めにインフルエンザなんて3人に移してしまいます。いやーダメじゃん。本当私なんかもう、私がインフルエンザかかってさ、みんなに移したら本当にもうどうしよう、クビになっちゃうかもしれない。お前やってくれたの。そんな体強い、いや結構体強いんですよ私、健康体。あんま風邪もひかないしね。風邪、猫アレルギーで風邪はひくけど、まあね、熱は出ないかも、風邪をひいても。ちゃんと注射はするようだから、インフルエンザのちゃんと注射します。だってさ、インフルエンザの予防接種しなくてさ、インフルエンザかかったら本気でクビになっちゃう。ね、インフルエンザの注射してさ、かからんかったら、かかったらさ、まあしょうがないねってなるけどさ、
注射泣く人じゃない、泣かない、さすがに泣かないけど。受けます、うん、うつしてインフルエンザかかりたくないな。インフルエンザだって苦しいよね結構。私かかった記憶はあるけどめっちゃきつかったもん。痛いの一瞬。頑張るね。40度近い水、それはきつい。インフルエンザばらまいてインフルエンサーになる。ね、インフルエンサーっていう英単語インフルエンザで覚えるよね。で覚えませんでした、インフルエンス、インフルエンスっていう単語さ。あ、インフルエンス、インフルエンザで覚えた。確かに。あ、すみません。お得の僕違うよ。インフルエンサーじゃないよ。普通にインフルエンスって単語があるじゃないですか。影響みたいな。あ、インフルエンサーって影響させるんだって思った。って思ってインフルエンスって答え覚えて、あ、じゃあインフルエンサー。っていう、なんか いやでも本当 AKB さんの歌詞とかで英単語を覚えることは多いよねやっぱり。プロバブリーとかで、プロバブリーに近い妹なんちゃらららっていう歌詞あるじゃないですか、言い訳メイビーの。あ、プロバブリーメイビーじゃんみたいな。覚えること多いな。わかります。AKB が違うでしょ。15分までかな配信。タピオカ飲んでます。お、今日は可愛いてありがとう。自然光が、自然光かな。つぶぶなくしか久しく行けなくて、つぶぶ、お、待ってるね、また来てね。つぶちゃんおはよう。おはよう。15時間間違えてない、大丈夫。いや、さっき間違えたんだけどさ。なぎつ
手に夜中寝てる。あ、ほんと？はじめまして、おはよう、おはようございます。2時間間違えてたら絶妙じゃん。来週テレビでドラゴンボールスーパーのとこまで、本当楽しみ。ドラゴンボールの映画もうすぐなんよね、楽しみ。絶対見に行くから。なんか JD かな、 JD です。あの後隣、あ、全然うるさくなかったよ。マカリメッセとパシエコ横浜間違えて焦った。それは焦る。そんなことある？会場を間違えるなんてことあります？それはないよ。男子大学生は DD です。確かに。今髪の毛をね、私さ、二十歳になったら髪の毛切ろうと思ってたんですよ。でもなんか果たして切っても大丈夫なのかと私今葛藤中なの。いや、まだ切らないんですよ、成人式があるからさ。とりあえずでも成人式終わってすぐ切るってわけでもないんですけど、 いずれは髪の毛を切ろうと思ってるんですけど、ちょっとどう思いますか。でなんか昨日ずっとだから高校生の時とか中学生の時の中学高校生の時のあの髪の毛が短い時代の写真をもう探しまくって、過去の写真をって迷ってるのだから迷い中。ついにまだ切らないです。迷ってる。切るならまだ1年後ぐらいだけど。高校生の時のね、髪がめっちゃ長い時があってさ、もう こんくらいまである時があったの。髪がびっくりした。プリクラ見てたらさ、もうめっちゃ髪長いみたいな、あんなに長かったかなぐらいの時がプラス15センチぐらいあると思った。すごいね。長い時間なかった。いや、長いと思ったけど、あそこまで長いと思ってなかったよ。でこれくらいかなと思ってた。でも確かに私高校多分高2の時なんですけど、めっちゃ長い時、高2の時にあのパーマ当ててたんですよ。だから髪の毛がちょっとこんなクルクルしてないけど、もうちょっと緩いぐらいだけど、あのなんかちょっと巻いてるぐらいなのに、あんだけ長かったから相当長かったんだろうなっていう。逆に高校15センチ短かった。あ、坊主多分一番長くてそれくらいかも。長いとドライヤーみたい。いや、私女子力なかったから髪の毛あんま乾かしてなかったんですよね。自
然乾燥でも髪の毛長すぎて自然乾燥せんかった。髪洗うのめんどくさい、めっちゃめんどくさかったと思う。なんかその後切ったんですよ、髪の毛を。これくらい、これくらいにして高3の初めぐらいに、なんかその時はもうね、髪の毛洗うのめっちゃ楽だった。これくらいの時がこのくらいだったんですよ、高3で。切った髪の毛筆でも、いや本当作ればよかった。めっちゃ切った、だってこれぐらいから、これぐらいだから何センチあるんだろうね、20、30センチぐらいあったのかな。でも髪の毛すぐ飽きるから本当にダメ私もうすぐ飽きるから髪型だから髪の毛多分切ったらまた後悔するんですよ。切ったらもうどうしようもないでしょ。そのなんかロングの状態で飽きるとかだと、なんかストレートにしたりパーマ当てたりみたいな好きにできるけどね。エクステ、あ確かにエクステつければいいね。ポニーテール、あそうポニーテールがねできなくなるのが辛いの。なんか今別にポニーテールそんなにしないんですけど、高校生の時とか私ポニーテール結構してたんですよ。なんかツインテールをなんか最近よくしてるんですけど、高校生の時本当にツインテールしたことなくて、多分中1から高校3年生にかけて多分片手で数えるぐらいしかしてないんですよ。ツインテール似合わないと思ってて、ツインテールが、私はポニーテールが似合う人だって勝手にこう思い込んでたんですよ。私はポニーテールが似合う子だって、ツインテールが似合わない子だ、三つ編みも似合わないと思ってた。そうだからポニーテールができなくなるのは辛いなと思って、でも今思えばそんなこともなかったかもと思ってもったいなかった。お団子してそう。お団子全然したことない。お団子もね多分片手で数えるぐらいしかしたことないと思う、人生で。で片手で数え、うん、本当に 3,4 回18号、あ18号の髪型したいんです。髪なかったよ。昨日ずっとそのプリクラを漁ってた、だから夜中、夜な夜な。JK 時代のボブでもなんかもうちょっと伸びた髪のプリクラしか、プリクラしかないんですよ私高校生の時。写真嫌いだったんですよ自分があんまり好きじゃなかったんで、今も そんな好きなわけじゃないんですけど、高校生の時は特に
あんまり写真が好きじゃなかったからプリクラしかないんですよね。自分の顔面があんまり好きじゃなかったから写真はね撮ってないんですよね。懐かしい。いや、病んでたわけじゃないですよ。この時めっちゃ髪長い。この時めっちゃ長くないですか？ここぐらいまである。多分人生で一番長いかも。伸ばしてるよね。隣の子も長いんですけどね。隣の子もめっちゃ長い。髪がロングですね。私のオタクプリクラパルル推しって書いてる。隣のこれ隣ヘレンなんですけど、小鳥推しって書いてある。オタクプリパルル推し小鳥。小鳥ちゃんはあれなんですよ、ラブライブの小鳥ちゃん。私も小鳥ちゃん推しではあったんですけど、どっちかっていうとパルさんの方が好きだったから。小鳥ちゃんはまたね違うからね、人間じゃないから。人間だけど、そう、私とそうヘレンちゃんはね絶賛ラブライバーだったから、中学高校生の時ずっと2人でラブライブしてたの。もうずっとしてた。私部活一緒だったんですよ。さっきの隣の小鳥推しって書いてる子が中学生の時剣道部で一緒に部活してて、もう試合の前もずっとしてた。試合会場行ってずっとラブライブ剣道着ながら袴着てもう防具ついてるのにずっとラブライブしてた。告白日和大好き、かわいい。もう福山のカブナシさん、くまちゃんありがとう。くま、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 ありがとう。じゃあちょっとギフトと誕生日読んで終わりたいと思います。よし、まーくんさん、ゆにゃとしさん、福山のカブナシさん、なめろうさん、かずちんさん、しょうじさん、たきおんさん、ぽんたさん、ゆうあずみんさん、しゃんくんさん、ギフトありがとうございます。いっちゃんさん、しゃんくんさん、ときわさん、きよにいさん、しょうじさん、なめろうさん、うかりあんこさん、にゃんにゃとしさん、こぎぱんさん、福山のカープダッシュさん、のんちゃん、にしさん、はまちゃさん、いちもんじさん、ゆうりちゃん、まーくんさん、きょうちゃんさん、れいちゃんさん、しゃんくんさん、モンブランありがとう。バク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 、ありがとうございます。うん、ということでA ビートって何、音ゲー。あ、りょうくんさんもモンブランありがとう。バク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 、ありがとう。コテはつけながらしてない、さすがに。コテは取ってる。13位こげぱんさん、12位まーくんさん、11位なめろうさん、10位しゃんくんさん、9位しょうじさん、8
8位キールハックさん、7位若月さん、6位ケイティさん、5位タキオンさん、4位ハイテンションユウさん、3位はじりこさん、2位福山のカープ男子さん、1位ミニアトシさんでした。ありがとう。 AKB さんの時 AB って名前なの。そうだ、ちょっと AKB さんの時は難しかったんよね。私入れたんですけどちょっと難しくない？一番さ難しいやつにしたら全然できんかった。ラブライブで慣れちゃってるとダメだね、あれは。ラブライブは難しい。音芸にラブライブやりやすいんですよ。はい、ということで、今日もありがとうございました、うん、新しい音切りましたの。あら、じゃあ私も久しぶりにラブライブしてみようかな。夜配信はありません。皆さん握手会は、3部と4部ですので、おしまし使えるのでぜひ来てくださいね。では、お、あとよろしく待ってるね。では、さようなら。さらばじゃ。切ります。3、2、1、バイバーイ。